テキサス州の軍一覧は、アメリカ合衆国テキサス州の軍の一覧である。254の軍が州内にあり、アメリカ合衆国の50州中で最も数が多い。州となる以前、スペインとメキシコの統治下にあった時は、地方政府の単位である自治体に分けられていた。1836年にテキサス共和国が独立を勝ち取った時に23の自治体があり、これが、 最初の軍になった。これらの軍の多くは後に分割されて、新しい軍を生んだ。最も新しい軍は1921年に創設されたケネディ軍であるが、ラビング軍は1893年に創設された、後の1897年に一旦廃止され、1931年に復活した。各軍の生態は、選挙で選ばれる4人の軍政委員と、 軍全域から選ばれる一人の軍判事からなる軍政委員会によって運営されている。小さな軍では軍判事が実際に司法上の任務を遂行するが大きな軍では判事の役割が軍政委員会への参加に限られている。保安官や税徴収官のような特定の役人は別に選挙で選ばれるが軍政委員会が予算を決め軍の政策全体を設定する。 すべての軍の選挙は政党をもとに行われる。軍は土地収容権を有し、その軍域にあるすべての未編入領域に支配権を及ぼしているが、自治権限も用途地域分けを行う権限を持っていない。軍は消防と救急活動を除き公益事業を行う責任がある。国内の他州とは異なり、統合市軍を認めていない。都市と軍は、 公益事業を共同で行うために生態間協定を結ぶことが認められている。例えば都市と教育学区は、軍と協定を結び、軍が都市と学校のために資産税を請求し徴収する。このことで請求は1回で済む。教育学区は、軍や市の政府とは独立である。ただし、スタッフ報道市民教育学区は、市が管理しているので例外である。 ヒューストンクロニクル紙の JR ゴンザレスは州内の多くの小さな町にある軍長が町の政府と社会に重要な役割を果たしていると述べている。ゴンザレスはテキサスの小さな軍長を車で抜けたことがあれば軍長者がその地域社会にいかに重要であるか容易にわかる。政治、行政、商業及び法律のような概念がその建物の周りに根拠を持っている。 と述べた。ハリス軍のように大きく都会化された地域では、特に、今日、そのような大地域ではこの概念が失われる傾向に、あるとも語っている。次の一覧は、アルファベット順である。ABCDEFGHIJKLMNOBRSTUVWIZ 廃止された、軍テキサス州法で創設されたが、現在は存在していない軍が少なくとも32は、ある。 これらの軍は、司法権上の軍、1868年から1869年までの憲法制定会議で設立された軍、組織が作られず州法で廃止された軍、その軍があった領域が現在は、州の領域に入っていない軍、軍名が変更された軍の5つに分類できる。ありがとうございます。